激辛チョイです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。イエス、やってきました。いやいや、今日はあれ、金玉さんですか？あ、多分金玉さんです。あまり飲食店で金玉言わないんだけど。そうですね、あれあれ、高知県を PR しております、高知県 YouTuber チャガマランのチュンとひとりです。よろしくお願いします。いや、高知にはるばるですね、やってきたと。風の噂で聞いております。どこかで俺と同じ頭のやつがいるぞ。やっと出会えた。前半ですね、あのチャガマランさんのチャンネルですね、激辛ラーメンを食べてますんでね、あの前半の様子は概要欄に貼り付けてますんで、ぜひ見てください。チェックお願いします。で、ここからですよ。はい、そうなんですよ。まあ、さっきの激辛でも結構辛なんですよね。割とそうですね、しんどかったですね。喉のお腹にはもうだいぶ来てます。はい、さらに上があるんですよ、この火山ラーメンです。やばい。え、一回食べたことあるんですよね。そうですね、実は僕たちあるんですけど、はいはい、死にましたね。死にました。スープまで飲むって言って飲めなかったです。話を聞くと、あれですね、400人中3人しか、なんかスープまで飲み干せなかったっていう。はい、あっ、激ヤバ激ヤバ激ヤバ。何が入ってるんでしたっけ。デスソースですね。デスですよ。日本では売られてないマッドドッグ509かな、なんかなんか、そう、そんな感じやったね。やつのマグナムっていう名前のやつがありまして、かっこいい。やばい。デスソースが、10万スコビルなんですよね、辛さの値が。そのマッドドッグは500万スコビルっていうので、あ、500!?50 倍なんですよね。やばいですね。そうそう、だってしかもさっきなんか調理してる時なんかせかんでますね。もうずっとせき込んでるんですよね。作られてる店長さんがゲホゲホ言ってましたよね。はい、演出にしても悪いって、それは。それは人が悪いって。怖い。来た、はい、来ました来ました来ました。これですよ。え、こんなやったっけ。さっきと色が全然違いますけど。やばいっすね。いけるのかこれ、これいけんのか。やばい、怖すぎて辛い匂いもせん。え、前回と全く同じフォルム。いや、匂いの感じ、いや、あのなんか、どんな感じか忘れてる。前回よりも、暗黒具合が増し、暗黒具合が増してるよね。なんか、そんな気がする。なんかレベル増してる。何これ。うわ、これやばいっすよ。完食して、名を残しましょう。また、はい、ここに一応、あの過去に挑戦したものとして、はい、アドバイスなんですけど、はい、無理はしないでください。わかりました。あ、大丈夫ですよ、私、激辛のプロフェッショナルですから。あ、任せてください。頼もしい。確かにそうですよ。名前が激辛だからね。激辛ジョニーですから。はい、じゃあ一つく、いただきます。いただきます。あー、うん、なるほど。あー、まあ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 、あ、来た来た来たね。一口目そんなに来ないですけど、うん、じわ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 来ますわ。デス臭がします。あー、美味しそうですよこれ。ガチガチ。私激辛、あ、こんな友達いらない。食べる。あんしてあげてくださいね。で、待って、ちょ、デスさん、ちょっとこれ取りすぎちゃった。そうですね。え、違うんですよ、僕もうこの一杯目のスープでちょっとトラウマ思い出しちゃって、ちょっとトラウマ思い出したら僕にやる行為ダメですよ。ドラウマ思い出したら僕に一番辛いこと。それは辛くないですか。大丈夫です。よし、じゃあ麺もいきますよ。いただきます。うん、すごっ。うわ、すごっ。うーわ、うん、マジ。あぁ、おぉ、いえ、もういっちゃってください。もうどん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 、これ時間空けたら本当に、確かに、もうスピード勝負。そうですね、一気にいきましょう。マジか。目に行きます。いけ。おぉ、あ、結構きますねこれ。あ、いける。やべ、あ、唇に塗ってたんだ、やべ。ジョニーさん、ジョニーさん、はい、今一回カメラ止めるんで、はい、ぶっちゃけどうですか、この辛さ。いや、マジで辛い。正直マジで辛い。本当に、あ、いいの、これ使わないから。あ、使わない。ちょっと待って、一旦汗をかけて、汗、うん、一旦汗、うん、あ、一旦汗かけて。え、これどうだ、どう。え、ちょっと、こっち止まるんだよ、一旦汗かけて。汗拭いてないやん。ジョニーさん、ジョニーさん、ジョニーさん、しかもジョニーさんが僕らのためと思って持ってきてくださった牛乳の方でしょ。自分の牛乳じゃない方でしょ。いや、汗拭いてるだけだよ。いや、牛乳飲んでるじゃないですか。汗拭いてるだけだって。これやば、一滴だけでやばいかも。これやばい。すいません。はい、イノイチゴアイス一つお願いします。あ、イノイチゴアイスを。はい。
年上ですけど、カノンコラ頑張ってください。一滴舐めたやつが胃のアイス頼んでんじゃん。本当に美味しそうなんで、これ高知県のいいね。あれジョニーさん、あれもしかして東京からはるばる挑戦にしに来たのに、ここで敗北ですか？敗北してない。じゃあちょっと私は一足先にアイスを食べます。おかしいだろ。ああなんか一滴私舐めたの、まあそう普通ぐらい。おい、うん、カノンコラ、ほんと食べろ。おいしそう。一滴じゃわかんないよこの辛さ。一滴で語るな。おいしそう。やばいよ。よし、おいしく食べるぞ。そうですね、美味しく食べるがモットーですから。そうですよ、やっぱジュニさん、ほらほら、あ、ちょっと一口もらってもいいですか？いやいやいや、ね、いやいやじゃなくて、いやいやじゃなくて、あげないスタイルです。あげない、あげないらしいです。これね、やば、美味しい。あ、美味しい。いや、そっちよりこっちの方が美味しいから。これはね、辛いとかってそういうレベルじゃない、もう男を見せるってことですよ、これ。確かに男塾です、ここはもう。はい。え、先駆け、先駆け男塾です。体格じゃ大丈夫ですか？ダメだ。最後まで受けろ。何のためにこの頭にしたんですか、我ら。男になるためですよ。少なくともこれを食べきるためじゃないです。あ、そっか。はい。うん、頑張れ。すごい。頑張れ。すごい。本当にすごい。本当にこの後の撮影に支障がきたさない程度に頑張ってほしい。頑張れ。あれジョニーさん、あれじゃないですか、なんか、はい、なんかだれてません？何を言ってますか。もしかして初公開ですか、ジョニーさんの敗北シーン。我に敗北など許されん。これが男の生き様や。ちょっとスープなんでダサいダサいダサいな、ダサいな。麺はいけますか？多分。マジっすか？麺はいけますよ。うん、いいな、なんか美味しそう、ラーメン。うん、ああ麺はない。ああ足つぼされてんですか、皆さん今。足つぼされてんですか。足つぼ、ここから見たら、ここから見たら足つぼに見えますよ。本邦初公開、ジョニーまさかのダウンか。なんか前食った時はかゆくなった気がする。下がる下がる。 あ、すいません、実はさっき皆さんがいない時に私が前回のやつよりも存分に辛くしてください。こら、カノン、てめえ、こら。前回よりも暗黒具合が増して、暗黒具合が増してるよね。マジ言ってんの、うん、やりやがった。今度から3人でコラボします。すいません、はい、この今回の火山ラーメンって、はい、前回このチャカマランさんが撮影された時の火山ラーメンよりどんぐらい辛くなってるんですか？約7倍ぐらい。え、やっぱそうですよね。はい、あ、やっぱおかしいと思った。お腹痛くなってきた。激辛ジョニー、まさかのこれやばい、 初ダウンかもしれない。この映像は僕も動画見る限り初めて見ました、こんなジョニーさん。本当に思う、本当に思う。これやばい。激辛ジョニーっていう名前が今日で最後になるかもしれない。カノンさんも苦しんでますか？やめた方がいいと思う。マジでガチでリアルでやめた方がいいと思う。この前もう大変だったんで、別の撮影で完食したんですけど、やっぱ動けなくなってトイレとかにずっと。ああ、この後の行動に支障をきたす。僕らもこの7倍の前のやつで動けなくなりました。そうですね、しかも1個じゃなくて2人で分けて、多分スープも飲まなかったので動けなかったし、2人とも。正直この YouTuber 活動やっててジョニーさん何番目ですか？過去一ぐらいやばいかもこれ。過去一、ベスト3ぐらい入る。こう液体がうわー、もうこれ一滴だけでダメだった。うわーうわー、結構ああすごい。
でもひとつさんは、ひとつさんも結構いってる。いや、決まった。ああ、すごい。これやばいわ。これやばい。これやばい。まだスープが。いや、加藤さん。これやばい。これやばい。そうだ。あれ。これやばい。でも麺は完食ですもんね。なんとか頑張りましたね。完食。通常の7倍ですからね、これ。はい、7倍ですか。ジョニーさん、ちなみにチャガバランチーム、もうギブです。残りはジョニーさんだけですよ。ギブです、チャガバランは。すいません。どうでしょう。私、激辛のプロフェッショナルですから。任せてください、任せてください、任せてください。私、激辛のプロフェッショナルですから。すみません、ジョニーもギブで。ジョニーもギブ。まさかの。ちょっとスープはきついっす、これも。まあ、確かにこの後の撮影もあるし、まあ、でも初めてやばい。ギブ、初めてのギブじゃない。初ギブ。多分この後何もなければ。いや、わかんない。マジっすか。やばい。どの辺がやばかったですか。デスソースがやばいっすか。もう言葉が、ろれつがあんまり。そうだ、本当に。これね、下がマグナムさんやばい。そう、これ飲んだら本当に死ぬ。あの、何もできなくなる。何もできなくなる。結果的にさ、ギブアップ。でも、麺は食べてしまいましたので、普通の火山ラーメン、我々が過去に食べた火山ラーメンの7倍、さらに7倍ですから、まあ、史上最高記録の辛さ。それを食べれたのは正直麺食べるだけですごい。そう、麺めっちゃ食べましたもんね、ジョニー。ジョニーさん一番食べましたね。一番食べてたから。というわけで今回火山ラーメン食べましたけども、辛さレベルマックス10です。いや、こんなね、こんなヤバい激辛料理がね、はい、まさかコーチに回ったとは知らなかったです。はい、ありがとうございました。本当に今日は紹介してくれて、マジでヤバいっす。参りました。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新してますね。フォローお願いします。痛い痛い痛い。お疲れした。お疲れした。ね、あ、新たな挑戦者求む7倍火山ラーメン、ジョニーを超えられるか。ジョニーバージョンで注目ください。ジョニー超え挑戦者求む。お疲れ様です。チャンネル登録